で、第8問目に行きましょう。8問目、実況は、初見派、キプレイ派、それ実況するゲームの作品がってことですね。そのゲームの作品に対して初見のゲームばっかやるのか、それともキプレイのものばっかやるのか、どっちですか、どっち派かと言われると。もうこれどうなんだって、うーんって思ったんですけど、やっぱり私が今やってるのは、はい、ほぼほぼキプレイのものばかりだと思うので、うん、はい、多分キプレイ派なのかなって思います。まあ実際俺もキプレイ派なのかなと思うんですけど、正直そんなに考えてないですね、これは。だからどっちでもないです。初見のゲームをやらないかっていうとそうでもないですし、現にやってますし、いろんな初見のゲームやってますし、はい、まあキプレイのものも、まあ、6対4ぐらいのバリアじゃないかな今、そのぐらいのバリアだと思いますね。特には考えてない。そうですね、こだわりはないです、全然。絶対に初見のゲームしかやらないとか、キプレイだって、初見ばっかやっててもね、それはそれでもちろん面白いと思いますけど、キプレイでちょっとやってみたいんですか。ちょっと心を落ち着かせたいっていうのもありますね。そうですね。で、まあそんな、ね、あれですけど、同じく、グダグダ派ですか、サクサク派ですか、どういうふうにゲームを進めていくかっていう話ですけど、どうですか？これ、うん、私はなんですけど、はい、自分が気になるところはグダグダやって、うんうん、やりたくないとこはサクサクいきますね。これはあれですか、 RPG とかだと、はい、その宝箱を絶対に見つけるぞっていう時には、まあ多少グダってもこだわり続け、まあ、どうでもいい内容だったらもうサクサクって。結構な気分屋ですね。気分屋プレイなのかな、どっちかっていうとそうだな。本当は自分的にはサクサク進めたいんですよね。進めたいんですけど、サクサク派になりたいグダグダ派です多分。なんか言いつつ結構グダグダやってんのかなっていう感じはしますね。でも最近はだいぶカットするようになりましたけどね、無駄な無駄なうろつきとかは全部もうめんどくさい、見てるこっちも嫌なんで、はい、全部カットするようになっちゃいましたけど。でもそうですもんね、なんか、やばい、サクサク行こうって言いながら、なんか宝箱とかめっちゃ探して。ちょっとしますね。なんだかんだ。はい、なんだかんだね、なんか行きたいんですけど、うん、なかなか行けないっていうのが、うん、現状ですかね。なるほどですね。あ、10問目、やっと3分の1だ。はい、ムービー中は喋るタイプですか、喋らないタイプですか。うん。どうですか、うん、基本喋らないようにはしてますが、はい、うん、ここぞというところは声を発しますので。ここぞと。っていうとそうかな、両方ですね。喋、うん、るときもありますし、喋らないときもありますね。うん、でも基本は喋らないようにはします。なんかこう、なんだろう、見てほしい、うん、ちゃんと見てほしいところは喋らないですね。うん。で逆に別に喋ってもそんなに支障がないなって、まあ、完全に個人のね意思ですけど、そういうところは喋るようにはしますね、うん、ちょいちょい口を挟んだりそうですねするんで、だから正直どっちでもないといえば、やっぱりさっきのあれじゃないですけど、両方ですね、うんうん、個人的にはそんな感じはしますけど。問い11、はい、はい、サムネは時間指定できっちり合わせるか、うん、それともランダムから、うん、見つくろうか。あ、まあ、時間指定っていうと、まあ、YouTube じゃないんですけどね、ニコニコの方だと時間指定っていうのはあるんですけど、はい、まあ、要はサムネをしっかり作るかどうかっていう話ですよね。そうですね。どうですかこれは。サムネはやっぱりめんどくさいのでランダムから基本やったりしますけど、はい、でもランダムでも変なのしかなかったら、うん、作ります。なんかどっちもなのかな、でも基本ランダムかなって、うん、いう感じです。サムネ、はい、どうですかみちさん。サムネは昔はそれこそランダムでやってましたね。もう作るのがめんどくさいっていうか、そんなにこだわりを持ってなくて、別にめんどくさいと思ってなかったんですけど、別にいいやって思ってて、で最近はちゃんと選びますね、切り抜いたりしてするようにはしました。
ちゃんと画像を作ってみたいな、まあ、作る時もありますし、はい、その動画内の中で見せたい部分をピックアップして、はい、バーンって映像一時停止して切り抜いて作ってみたいなことはするようになりましたね。だから時間指定もそうですし、はい、自分でちゃんと作るようになりましたね最近は。もうちゃんときっちりしてらっしゃる。最近そのランダムの中から選ぶっていうのに抵抗がありますね最近だと。それは一回やっちゃうとってことですか。そうですね、もう昔のやつとか見てると全部ランダムで作ってるんで、うわ作り直してとか思うんですよ。それはそれでまためんどくさいし、もうできっこないんですけど。最近はそうですね、はい、きっちりやってますねちゃんと。うん、私もいずれそうなるのかな。とできてるのかどうかわかんないですけどね。うん、じゃあ次いきますか。問12で、おい、あなたはボケ派ですかツッコミ派ですか、はい、どっちですか。どっちなんですかね。これは難しい質問ですね。まあツッコミじゃないですか。どちらかというとツッコミですか。嘘です、ボケです。どう見ても僕はボケじゃないですか。なんでそこで突っ込んでくれないんですか。本心のボケだったのに。ごめんなさい。いやだってツッコミは下手ですもん、うん、僕ツッコミは、はい、ツッコミって頭使うと思うんですよ。はい、なんかボケる側は別に適当なこと言ってりゃいいんですもん。もう適当にバカみたいなことバーって言ってれば勝手に言ってくれるんで、はい、その場その場であった出来事について勝手にボケていいだけなんでっていう感覚で僕は普段からボケてるんですけど。じゃあダメじゃないですか、ボケとボケが一緒になるんで。でも個人的には僕は千葉さんはツッコミ派だと思ってるんですけど。ツッコミですか。この三つ星放送局の中では僕はそう思ってますよ。本当ですか。はい、てか僕が勝手にそういう風に役割を与えてるのかもしれないですけど。うんうん、うん、私もうツッコミじゃない気がする。なんだろう、うん、バカなんかな。ツッコミとかバカ派みたいな。バカ派ですね、バカ。それ俺も入りたいな、バカ派。バカ派ですね。バカになった方が楽ですけどね実際ね。バカとバカ一緒じゃダメじゃないですか。いいじゃない。もうバカ同士でいいですよ。まあ13と13で、あなたが実況動画というものを知ったきっかけは。急に話題変わったな。急に話題変わったな。知ったきっかけ、知ったきっかけですか。友達から勧めてもらったっていうのがきっかけですね。こんな面白い動画があるよ。YouTube っていう存在をそもそも知ってたんですけど、そんなに見なくて、うん、友達からこんな動画があるよって言って、まあ、またなんか音楽関係のとかお笑いの動画かなと思ってパッて見たらゲーム実況動画で、それがきっかけでしたかね。そうなんだ。いかがでした。いや私は気がついたら知ってたというか、なんか暇つぶしに YouTube 見てたら知ったっていう感じですかね。はい、別に誰から勧められたわけでもなく、自分から見つけっていうか、はい、たまたま出た、はい、そうですね。じゃあ問い重要、はい、で自宅にあるハードかっこ、うん、ゲームの本体を上げていってください。自宅にあるゲーム機、はい、はい、そうですね、自宅にあるゲーム機か。そうですね、まあ箇条書きでバーって説明をしますと、はい、プレステ2、プレステ3、PSP、Wii、Wii U、DSi、3DS、3DS LL、DS のライト、以上です。以上9つあります。同じようなもんだなっつって。同じようなもんですか、ハードキー。そうですね、DSi と、はい、あと 3DS2 台ですかね。あと、あと Wii と、あと Wii U とあと PSP、うん、と PS3 ですかね。あ、じゃあ PS2 以外は全部被ってるんですね。はい、へー、そうですね。じゃあ次いきます。はい、問い15、ゲームの得意か不得意なジャンルを教えてください。はい、得意と言っていいか分かんないですけど、はい、一番やってきたのは RPG ですかね。 RPG、 うん、うん、
で逆に不得意なのは育成ゲームと、はい、シミュレーションゲームですよし、あれあれはい、育成ゲームによったシミュレーションっぽいような感じなんですけど、はい、シミュレーションそんなに正直得意じゃないです。やってますけどね。やってませんでした。やってますけど、あれ実際そんな得意じゃないです。見ていただければ分かりますけど。得意ではない。そう、はい。どうですか？はい。うん。得意なものがあるのかなっていう感じですが。不得意でしたら。はい。なんだろうな、先ほどもちょっと出てきましたけど、スマブラとか、なんか、なんだろう、そういうコマンドをバーって入力する系がちょっと苦手で、なんだろう、頭の回転がよろしくないのかなんか、よくわかんないですけど、なんか、うまい具合にいかなくて、多分私は一度に二度以上のことができないのかなって。一度に二度以上って言っても一度に二度以上なんていうか二つ以上のこと、はい、ができないんだなと逆にあれですね、その得意じゃなくてもいいんで好きなジャンルとかあるんですか、ゲームで。好きなジャンルか、それこそミツさんが苦手系で言ってた育成は好きですよ。育成ゲーム難しくないですか、はい、育成ゲームって。なんかいや、その難しさというか、はい、なんか それがいいんですよ、なんかその育成ゲームっていうと僕の中で頭に浮かんでくるのが、まあ、ポケモンが代表例だと思うんですけど、ポケモンもそうだし、まあ、多分 やってるかやってないか分かんないですけどパワープロとか、はい、あとはそうだなモンスターファームとか、その辺のゲームが僕の頭の中で出てきて、例えばパワープロなんかで言うと、かなり、ね、細かい話ですけどサクセスモードやってて一つの能力を上げると片方の能力が下がるとか、そういったものが出てくるんで嫌なんですよ。そういうところを考えなきゃいけないのがもうまどろっこしくて、ランニングやってんだから体力もパワーも全部つけよみたいな能力も上がれよみたいなミート下がるんだよみたいな感じで僕はやってましたね、イライラしながら。確かにそれは思いますね。なんでオールウェイの選手が簡単に作れねえんだっていうまあそんな簡単に作れたらつまんないんでしょうけど、そういうのも考えるのも難しいですね、やっぱ。だからその今のポケモンってただ単にレベルを上げれば勝てるっていう世界じゃないじゃないですか、そのよく 細かく分かんないですけど、個体値がどうのこうのとか種族値がどうのこうのとか、なんか600族とかいろいろあるじゃないですか、話が素早さに振ってとか、ああいうところまで考えていくってなってくると、まだそこまでの境地にはいけないなっていうところはありますね。そこまでは俺無理かなっていう、まあ、ポケモンに関してはそうですね、私もあんまり分かんないんですけど、そういう個体値ついていけないなーっていうのはありますね、だからもちろんそのまだ出始め赤とか緑とか金銀の頃だとそのレベルを上げてやっていけば、まあ、大体勝てるみたいな、レベル100のバンギラス連れてきては友達は全員倒せるみたいな、そういう時代の方が僕は好きでしたね。まあ、あれはあれと面白くないけどね、バンギラスいたらつまんないんですけど、ああいう時代の方が好きでしたね、育成ゲームっていうと。いや、シミュレーションっていうとなんだろうな、シミュレーションやったことはないんですけど、牧場物語とかね、大好きですね。あれ多分シミュレーションですよね、あれ育成ですか、シミュレーションじゃないですか。シミュレーションですよね、なんか両方混ざってるのかな。ああいうのって、まあ、永遠に終わらないじゃないですか、いつまで経っても終わりがないのが嫌なんですね。そうですね、それです、終わりがないのがダメですね。だから今ねやってる動物の森とか、あれも正直得意ではないです。得意ではないんですけど、終わりがないんですよね、やっぱり、終わりがない作品がダメですね。ポケモンはやっぱりその終わりがあるじゃない、ちゃんとその四天王を倒すとかポケモン図鑑を完成させるとかっていう、ここまでっていうゴールテープがあるのでいいんですけど、シミュレーションゲームないんですよね。そうですね、動物の森もまあ半ば無理やりですけど終わりないですもんね、あれ。まあ
ミスさんに一緒にやろうって言ってやらせたもんです。まあそれはいいんですけど、これだって終わりにするっていう手段がないですよね。だってほっとくしかないですもんね、うん、かわいそうな話ですけど村をほっとくっていう方法しかないですもんね。もういいんじゃないですか、終わりって終わりだよ。そういったところの部分は苦手かなっていうのが、どこで終わりにしていいのかがわからないっていうので、やっぱり不得意だなって思っちゃいますね。そんぐらいですかね、得意不得意っていうと。そうですね、ミツさんと逆なのかな。まあ多分そうなんですかね。まあ意外なっていう感じですね、うん、じゃあ次で、はい、問16、ゲームの説明書を読むタイプか読まないタイプか、うん、これはどうでしょうか。今のゲームだと 3DS もそうだし、はい、Wii U とかもそうなんですけど、はい、紙の説明書じゃないんですよね、電子の説明書なんで。今のゲームだと全く読まなくなりました。うーん、ただ昔の DS のゲームとかだとまだ紙の説明書、はい、分厚いのがついてくるんで、あれは、あの時はそうですね、最初ゲームやるときにはパラパラと見て、うん、まあ、こんなもんかってやってゲームやって、で、うん、子供の頃ってやっぱりゲームは1時間とかっていうルールがあったんで、1時間終わった後寝る前とかにがっつり読んでました、説明書を。それを読んで寝ました、うん、いつも。それが楽しいんですもんね。その寝る前に取扱説明書、今回は、例えばドラゴンクエスト6をお買い上げいただきまして誠にありがとうございますっていう文をのところから読むのが楽しいのに、うん、なんか最近のやっぱね、その、まあ、エコーの部分もあると思うんですけどね、ちょっと電子の説明書になっちゃってるんで残念だなと思いますけど、うん、あの読むのが楽しいんですもん。だって紙なんて入ってないですもんね、1万円ぐらいペラって、もうペラーっとしか入ってないですもんね、うん、まあ、だからそういった意味ではちょっと残念だなと思いますけど、うん、どうでした説明書。私もそうですね、一応は読むんですが、はい、まあ飽きたら途中でも読むのはやめます。うん、まあそれより早くやりたいなっていう。そうですよね、やる前はやっぱそうですよね。はい、で、まあ物によるんですけど、はい、あのやっぱ RPG が好きだったんで、それこそドラクエとかFFのばっかね、買ってたんで説明書とか見るんですけど、うん、そのキャラクターの説明とか出るじゃないですか、うん、主人公の名前とか年齢とか説明、はい、あれをすんごい読んでました。あ、こういう設定があるんだ、すんごい読んでましたね。でそれをほぼ毎日やってたので、はい、だからゲームやってても裏が読めるんですよね大体。その頃だから、あ、こいつはこういう性格だからきっとここで裏切るんじゃねえかとか。大体外れるんですけど、もちろん外れるんですけど、はい、そういう深読みをするようになりましたね、ゲームやってて。深読み、幼いながら。幼いながら。本当に。まあだから、そうですね。もう、うん、ドラクエ5なんかで言うと、花嫁を選ばなきゃいけないっつって、もうビアンカとフローレンするかっつって、すんごい悩みましたもんね。どっちかな、マジかよ、どっちだよ、でもビアンカ幼なじみだろ、みたいな。うん、ポットでの女に負けるか、いやでもな、フローラ実は子供の時に会ってるんだよみたいな、ずっと考えてましたけどね。で学校で友達聞いたら、え、ビアンガだろっていう即答で言われて超へこんだ覚えもありますけどね。うん、お前ら説明書読んでねえなとか思いながら話をしてましたけど、まあそんぐらい読んじゃねえって読みましたね、説明書は。うん、じゃあ次いきます。はいはい、問17、はい、実況中トークに困りました。はい、あ、どうする。これはですね、まあ一応ここの回答の方に僕は適当に話すっていう風に書いたんですけど、はい、そうですね、トークに正直そんなに困ったことがないので、うん、やってて特にはないですね。自分一人で実況するときにはトークには困ったことないです、やってて。みつさんらしいですね。まあそうだね、自分でこういう風にやるっていうのは大体頭の中で入れてますし、特にキプレイのゲームだと流れが分かってるんで、あ、ここでこういうこと話そうとか。いやさすがですね。ただアクションゲームとかで例えばモンハンとかだとちょっと難しいですかね、
やってて、若干話すのが難しいなとは思ってます、はい、今やってて。スプラトゥーンとかああいうアクションゲームだと何が起こるかわからないんで先が読めないんですよ。そう、叫んじゃうんですよね、うわーって言うしかないっていう、ただの、ね、あのアクションゲーでしかやりようがないリアクションゲーありますね。そうですね、そのリアクションゲーもさっき出ましたけど、やっぱり特に困ったらとりあえずとりあえず叫びます、とりあえず叫んどけっていうリアクションしとけっていう急にね、あの突然叫ばれてもちょっとびっくりしますけどね。なんか黙ってるなって、ギャーとかいきなりびっくりしますけど。気違いですよ。もうそんなの。じゃあ次いきますね。はい。第18。初見ゲームを実況中にセクシャルなシーンがありました。はい、さあどうする？どうしました？これはね、下ネタに持っていくしかないでしょ。だって、はい、もうついこの前までやってましたからね、初見ゲームでもう、うん、セクシャルのシーンなんかいっぱいありましたからね。セクシャルって言ってもその限度がありますけど、いや確かに、うん、確かにとか言って本当に持っていくしかないでしょう、はい、うん、それぐらいですよね。って言ってもチーバーさんあれですもんね、今までの実況の中でそんなないですもんね。そうですね、やってみたいと 思いますけど、まあ実際やったらどうだろうな。とりあえず収録はするにはしますでしょうね。するけど、するけど、でもそれをして、そして自分はじっくりそのシーンを見ますね。僕もいろんなねちょっとやばいものをなんかサムネにしてきたような気がしますけど。うんうん、うん、本当にまあそんな感じで、はいはい。じゃあ次の19も、まあ、ちょっと前のと同じような感じにしますけど、はい、住みました。さあどうする？住みましたか、はい、ゲームの方に住みました。まあ多分 RPG とかの進め方が分かんなくてってことなんでしょうね、はい。これはですね、もうがっつり攻略見ます。僕は攻略見る、はい、見ちゃいますね。うん、だって進めようがないし。そうですね、攻略を見ることは悪いことではないと思うんですよね。うん、それも手段の一つですしね。そうですね、うん、これいかがです？私はちょっと放置しますね。あ、そのゲーム自体を、うん、で気が向いたらまたやってみるって言うと、うん、なんか割とうまくいく時もあるし、ダメな時もあるし、あ、まあ、ダメだったらまあ同じように攻略を見ます。ただ最初の手段としては別に攻略をいきなり見るんじゃなくてっていう感じ、はい、うん、やってみてどうしてもダメだったら、うん、見ますね、うん、ちゃんと心見るのが偉いですね。もう積んだらもう、まあ、もちろんある程度のあがきを見せますけど、もう、まあ、まあ無理っつってもうダメっつってなったら先生っつって聞きますけどね。うん、そんな感じですかね。じゃあ次の、はい、20問目です。えい、メールやブログ、ツイッター他を実装してたりはしますか？まあ連携はさせてますね。メールもやってますし、ブログもやってますし、ツイッターもやってます。全部です、僕は。はい、僕は。はい、いかがですか？私もメールもやってますし、まあブログはつい昨日一昨日始められないみたいで、ツイッターもしてますし、うん、連携をしてます。まあこれがあるとね、その、はい、視聴者の方ともねコミュニケーションを取れたりしますし、はい、いろんな感想とかもね、やっぱりこのメールとか今ねいろんなね SNS が流行ってて、うん、ネット社会ですから本当にいろんな方から感想いただけたりねしますので、うんうん、感想や意見が通りやすいですもんね。そうですね、まあ、どういう風に見られてるのかっていうのが分かりやすいですよね。うん、まあ、だから実装するに越したことはないと思いますけど、はい、